はいいいですかそれじゃあ,あの、そろそろちょっと早いですけれども、始めたいと思います、皆さん、こんにちは。<ー>あの工学とは何かの模擬講義にようこそ、えー、今回はですね、工学とは何かの2にあたりますけれども、えー、3つの分野にわたって、ですね3人の先生方にご講演いただきたいと思います。私、あの全体の司会をやっております、工学系の、えー、候補室長、えー、中須賀といいます、最初の、えー、講義もさせていただきます、どうぞよろしくお願いいたします。 で私はですねここにありますけれども「機械流体設計航空宇宙というこのキーワードでお話しますけれどもこのあと、ねえー「数理情報知能ロボット」というキーワードで原田先生あとから出てきていただきます機械情報工学科ですそれから最後に「建築都市社会システム経営」というキーワードで社会基盤の加藤先生にご講演いただきたいと思います。 それじゃあ,あのよろしいでしょうかねあの、ちょっと混んでますけれども、えー、最後ままで聞いていいてただければと思います最初に私の方から、機械、流体、設計、航空中という、こういう話、えー、させていただきたいと思いますけれども、実はですね、えー、機械とか航空中っていうのは、もう皆さんの授業の中にいっぱい出てきてるんですね、でこの分野において、大事な工学が4つあります。 それは「四力学」と僕らが呼んでいますけれども流体力学構造力学それから動力学制御それから熱力学でこれがですね皆さんの高校の授業のどんな言葉と関係しているかということを簡単に紹介すると流体力学運動方程式出てきますそれから圧力とか浮力とか空気の抵抗これ習ってるよねこういったのが関係してるんですね。それから構造力学材料力学学材料 いろんな構造を強くしてある荷重に耐えなければいけないこれをどう設計していくかっていう話ですけれどもこれもおそらく運動方程式これがベースになりますそれからあとバネですねこれがいろんな構造の基本になります弾性力弾性性力エネルギーといいいう話を聞いたと思いますそれから振動ですね構造が動動く振動これも関係していますそれから動力学制御これが多分一番たくさん出てくるかな。 物の運動方程式ですね失点の運動方程式合体の運動方程式こういったのそれから仕事とかエネルギーそれからもう習ってるかもしれないけど天体の運動ケプラーの法則こういったのはもしかしたら出てきてるかもしれませんねそれから斜面を転がるものとか滑車こういったのがこの分野に関係しているそれから最後が熱力学ですけれども仕事エネルギー温度圧力それからもしかしたらボイル・シャルルの法則なんて聞いたことある聞いたことある人いる 習ってるかな高学年は習ったかな、えー、こういう話とかねで熱力学の法則とか等圧変化等温変化こういったのがこの熱力学のキーワードになってます。それから最後ねこの機械とか航空宇宙というと大事なのが設計という概念これ後でお話しますけれどもちょっと工学高校ではあんまり出てこない。 話だと思いますもしかしたら図学今図学というのかな、えー、いわゆる技術過程かなこういったので少しやってるかもしれませんけれどもこういう設計というのももう一つ大事な分野になります。流体の話ですけれども、えー、空気の流れこれを研究することはとても大事飛行機っていうのは空気中飛んでますよね。それから宇宇宙宙に行くと、ね、宇宙と言っても実は 小さな粒子がたくさんあってこれが抵抗になるんですねそれから大気に突入するときにはものすごい勢いで大気に入ってくるから空気との摩擦によってたくさんの熱が出るそういったことをいろんな分野で研究しています大事なことは空気の流れの速さが変わるといろんな性質が変わってくるんだよねマッハという言葉あると思いますマッハ1というのは音速ですねこのマッハが低いところ0.2とか0.3細い低速からだいたいマッハ1ぐらいの1000音速 さらに速い超音速もっと速いマッハ30とかこういったのは極超音速と言いますそれぞれの速さによっていろんな現象が変わってきますこういったことを研究していかなければいけない。空空気気のの抵抗ね皆さん空気の転向というのは速度に比例すると習ったと思いますこれれは比較的遅い流れの場合ですところが速くなってくると僕らが一般に使うのはこんなふうに速度の2乗に比例する。 この中には空気の密度であるとか抵抗係数とか正面面積これが大きくなると抵抗が大きくなるよね。この中で例えば流線形これは非常に空気抵抗が少ない形状として有名ですけれどもそれは何に影響するかというとこの中でいうとこの CD 抵抗係数ということに影響して、まあ、いろんなものがこれぐらいの抵抗係数に対して流線形だと非常に小さいんだよね。 だから空気の中を飛ぶものはどうやったらこの抵抗を小さくできるかということを考えていかなければいけない実は宇宙ステーションもですね宇宙の中で空気の抵抗を受けてちょっとずつ落ちていってなんと1か月で2 5キロも落ちちゃうというねこういったことも起こります。でさっき言ったように大気に突入するときには、ね、ものすごい摩擦が起こって多くの熱が発生する何千度になります。早草 これね覚えてますかはやぶさはこうやって最後大気に突入して燃え尽きましたけれども燃えないものをカプセルとして詰めてそれを地球に持って帰ってきただから燃えないようにするにはどうしたらいいかということも大事な研究テーマになります。こういったいわゆる空気力学っていうのはこれまでは風洞等の実験を使ってやってたんですけども最近は計算ですることができるいろんなもののだから本当に小さな小さな運動方程式をたくさん作るんだよね。 それをやるとこういうふうにこういうねそれをもとにこういう抵抗の小さいレーシングカーの設計であるとか飛行機の設計こういったものが今はやられています。それからジェット推進機ジェットエンジンの中の流れこれはものすごい高温で。 さらに化学反応が起ここって高速のうういう流れをですねコンピューターでシミュレーションしてでどういう設計をすればいいかなということを考えているあるいはこれ水のタンクの中の液体の流れねこれなんかもこれが実験これが実際のごめんなさいコンピューターによるシミュレーション計算結果ですけれども非常によく似た動きをすることができるこんな複雑なものまで今計算機で計算できるようになっています。 さて、えー、流れるものは実は水とか空気だけじゃないんだよね人間車これ高速道路でどうやったらこういう渋滞が起こるのかどうやったらこれ解消できるのかということにこういうものの流れの研究分野が応用されています渋滞学という新しい学問分野なんかも出てきているこういったのが空気力学ですね構造材料の世界では皆さんよく知っているバネね伸びとそれから力比例します でこういったことが実はこの大学でやっているような構造力学のやはりベースになりますこれを複雑に組み合わせていろんな複雑な形状ができてきたときに全体としてはじゃあ伸びと力はどんな関係になってるのかなっていうことがいろんな研究の基礎になっていますそれから、えー、こういう強度ですねどういうところまで伸ばしたら壊れるのかどういうときにものは壊れるのかその壊れる限界を見つけて 今ある構造が予想される力に耐えられるかどうかを計算することはとても大事それをですね今言ったように細かい運動方程式を積み重ねることによってシミュレーションで研究するようなこともたくさん行われています飛飛飛行行機機はです、ね、軽くななないいいいといけません重い飛行機なん重か飛ばないよねだからいかに軽くできるか軽くする中でさっき言った航空空を飛ぶ中で受ける荷重に耐えられるか。 そのための構造をいろいろ研究するこれも大事な分野になりますそれから物が壊れるメカニズム破壊のメカニズムですねどうやれば物が割れ始めるのか例えば一部が割れ始めると紙をね全く綺麗な紙だとそのまま引っ張っても破れないよね一部でも切り欠きがあるとそこからビリビリビリッと破れていくのわかるよね ああいうのは「応力集中」というんですけれどもそういうメカニズムを研究してどうやれば破壊に強いものが作れるかということを研究している人もたくさんいらっしゃいますこういったのが構造分野では大事な研究で私はこの動力学制御というこういう分野にいるんですけれども宇宙を日頃研究していますロケットなんで飛ぶんだろうこれ実はもう高校の時にその原理は出てきてるんだよね。 こういうロケットがものすごいスピードで燃料を吐き出すと、それの反動で前に飛ぶ。これは実は運動量保存の法則。これ、運動量保存の法則で知ってる人いる？あ、習ってるかな。だいぶ結構知ってるよね。これが実はベースになってるんだよね。船に乗って石をたくさん積んで物を投げる。これ船が沈むほど積んじゃダメだよ。これね。でわ。あっと投げるとその反動で前に進む。この時にどうやればより前に進むかってわかるよね。 まず一つはものすごいスピードでより速いスピードで投げればですねマイスそれからできる限りたくさんの石を積めばマイスこれを実際このロケットの中でどうやれば実現できるだろうかどうやれば早くものを押し出すことができるだろうかこういったことが研究分野になります。でちょっと複雑ですけれども運動量保存則でこの最初の持っている運動量と あるものを噴射した後の運動量はこれ保存されるというこういう方程式を解いていけばこの噴射する中でこのロケットがどれだけ速度が増えるかというこういう計算ができます。これも運動方程式ねでこういったことでロケットのいろいろ計算する日本にはいいロケットがあってエプシロンロケットそれから H2A 最近成功してますね。ね成功するといいんだけど失敗すると一命に税金の無駄遣いって出ちゃうんだよね。 ね、でもこんなロケット今非常に連続して成功しているので調子いいですけれどもこの8月もコウノトリっていうね ISS 宇宙ステーションに荷物を運ぶロケットが打ち上がりますさて将来のロケットどんなロケットなんだろう、ね、こういうスペースシャトルが出てきましたそれからこんなふうに何回も行って帰って、えー、やる使い捨てではなくて、えー、再利用型のロケットなんかも研究されているそれからこういうふうに2段型になってですね二段とも あと使い終わったら地球に帰ってくるとこんなロケットが出ていますけれどもまあいずれにしても今言った基本的なな方程式は運動量保存則んですねこれをベースに今言ったようにどうやればもっと効率の良いロケットを作れるかもっとスピードが得られるロケットを作れるかということを研究しています。人工衛星これ何で飛ぶのかっていう原理ねこれロケットと同じような原理ではありません。 これは重力と遠心力が釣り合って地球の周りをぐるぐる回るこういう飛び方をしていますでこの時にこれあの例えば室石さんのハンマー投げですよねチェーンで引っ張ることによって飛んでいくのを防いでいるこれと同じことが人工衛星でも起こっている重力と遠心力が釣り合っているじゃあ質問今言った円軌道の釣り合いの速度地球に近い方が速いか遠い方が速いかこれ一回だけ手を挙げてね 答え1が正しいと思う人えみんなちょっと全然自信げなさげだな手を挙げてよ2が正しいと思う人そうかこうなんだよねこれ覚えて帰って地球に近い方が早いんだよねでこれは何でかというと今言った釣り合いの式を 遠心力ねこれそれから重力これがイコールですねというふうに解いてこの速度がどうなりますかと解くとこういうふうになるだからこんなふうな計算がねこういう運動方程式万有引力の法則の式から簡単に計算することができるある定数を軌道の半径地球からの距離で割ってルートを取ってあげると速度が出てくるから地球に近い方が速いんですね。こういううい計算がでできるようになりますで まあこれちょっと置いといて、えー、これわかるハヤブサだよね。ハヤブサ覚えてるかな？2003年に打ち上がって2010年に帰ってきました。さてこのハヤブサは糸川というね小天体に行ってこんなふうなオペレーションしました。えー、近づいていってものすごい近づいたときにバーンとあのすごい勢いでガンを出すんだよね。で舞い上がった砂をカプセルに詰めて持って帰ってくる。 でこの時にです、ね、この天体というのは非常に小さいのでとっても重力が小さいんですねこんな地球上みたいに 1G じゃありません 0.0001G とかものすごい小さいそういう天体の周りではじゃあこういうはやぶさはどんな動きをするんだろうこれをしっかりとつかまなければいけない。ね、でこういうのも今言った運動方程式をいろいろ計算していけば予測することができます。でハヤブサは このね糸川まで行きましたけれども帰りが大変だったですねいろんな故障が起こって軌道も作り変えてどうやれば地球に帰ってくるかなとでこういう軌道計算は太陽からの重力あるいは地球の重力こういった計算を入れることによってどうやれば地球に帰ってくるかというこういう軌道を作ることができるこういう軌道設計にも今言った、えー、万有引力の法則が使われるわけですね。 最後はやぶさは燃え尽きたけれどもカプセルだけが燃えないで地球に戻ってきたこれ涙ながらには語れないような話だったですね宇宙関係者みんな泣きました本当にあの我々としても感動したイベントでした軌道の正確な計算とそれからさっき言った空気力学からね燃えないようにするというこの技術のおかげでカプセルが地球に帰ってくることができたこういったのも今言ったようなねいろんな分野の研究の成果です。 最後ですけれども熱力学燃焼に関してはこれこういう線を見たことあるかな縦軸が圧力横軸が体積をとっていろんなこういう動きをですねぐるぐる回すことによって仕事をしてえ例えばこういうねエンジンを回して車を動かすとこういったことをですねどうやればもっと効率的にできるだろうか。 入っていったエネルギーに対して使えるエネルギーをどうやったら増やせるかということをこの分野では日夜考えておられますロケットエンジンの性能を上げる研究それから蒸気サイクルを用いた小型地熱発電ね、これもですね蒸気を使って今エネルギーを作り出しましょうというこういう研究なんかもたくさん行われていますそれから燃えることっていうのはこれ制御するのはとっても難しいね でも燃えることをうまく制御することで今言った効率はとても上がります。エンジンの中の効率を上げることそれからロケットそれからジェットエンジンこういったものの効率っていうのは極めて大事になっていくる。でさらに言うとですねジェットエンジンにおいては、えー、発生する窒素酸化物ですね、えー、これは大気にとって非常に悪い、えー、大気汚染につながるのでこういうものをできる限り少なくするような燃やし方とは何でしょうというのが 今の大事な研究テーマになってます最後に設計という話をちょっとしましょう設計っていうのはこのね逆問題と順問題という話があります設計図があるとその設計図の通り作るとどんなふうに動くかなという機能というのは導かれるこれはシミュレーションとか解析という分野ですでも逆にこういう機能が欲しいといったときにどうそれを作っていけばいいか設計図を作ることこれが実は設計作業なんですね でなかなか高校ではこっっっちち方方向向ははああるるけどこここないいんでですねこれを大学ではししかり勉強していく必要があるこの逆問題というのは他にもいっぱいあって原因と症状からですね診断というプロセス症状から原因を見極めるこれも逆問題だしそれから皆さんが日夜経験している何かある結果とか効果を得るためにどんな手段とか方策が必要かなっていう計画を練ることこれも逆問題こういったことが設計につながっています。 設計というのは一つの分野だけではではきません例えば飛行機それぞれの分野だけで飛行機を作るとどうなるかこれ電気屋さんだけで作るとこんなふうにコンセントがいっぱいあってこんなん絶対飛ばないよねそれから、えー、そうですねウィングだけ、ね、羽が好きな人だけで作るとこんな飛行機になっちゃうそれからパワープラントエンジンが好きな人で作るとこんななっちゃうこんな飛行機は絶対飛びません。要は こういうシステムを作るにはいろんな分野の技術をどう組み合わせていかなければいけないかこれが航空宇宙あるいは機械における大事な設計の項目になりますまあ、こんなことをですね機械それから航空宇宙の分野では日夜研究しているだからもう皆さん高校でいろんなことを勉強していることがね結構そのままさらに発展した形でつながっているということが分かったと思いますそれじゃあ,あの最初の私の話はこれで終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました